やりくりクイズ30万に挑戦は1976年10月4日から1977年9月30日までフジテレビ系列局で放送されていたフジテレビ制作のクイズ番組である一般の主婦がペアを組んで参加していた視聴者参加型番組で毎回5組のペアが出場していた収録はヤクルトホールで行われていたが公開番組ではなかった番組は 家庭がテーマのクイズを中心に出題していた。また、出場者にあらかじめ賞金15万円を与えておき、クイズに入るたびに5000円を徴収。出場者は、正解するごとにもらえる5000円で賞金を回復、維持させていくというルールを採用していた。なお、フジテレビは1970年代前半にも、同じく主婦がターゲットのクイズ番組、奥様クイズと、新、 奥様クイズを平日昼の帯番組として放送していたことがある。いずれも日本標準時。コントレギュラーはショックカードの増額減額理由のナレーションも担当していた。出場者はそれぞれ持ち金15万円、ペアで合計30万円の状態からスタート。出場者が放送日当月のカレンダーと同じ並びになっている1日から30日の パネルの中から問題その他を選ぶことで番組は進行。出場者が何かしらを選ぶたびにその場にいる全員の持ち金から5000円が当日の生活費として徴収されていたがクイズで一問正解するごとに5000円をもらえるためそれによって持ち金を回復維持させていくことができた。放送日が大の月であれば31日のパネルは空白になっていた。また 1977年2月の放送では、1月31日と3月1日も2月の問題とされていた。問題は生活クイズ、一般クイズ、クイズとある。また、この他に、マークが数枚パネルに潜んでおり、それを引いた場合には、持ち金が1から2万円増えたり減ったりした。また、生活クイズと一般クイズの中に副賞をかけた問題もあった。 16日はスペシャルコーナーでパネルを選ぶことができなかった。スペシャルコーナーではテーマにちなんだ問題が出されていた。なお、後半になるとパネルが選ぶことができるようになった。また、後半にはパネルのどれかに文字が隠れており、これを引いて正解する問題もあった。番組の後半ではパネルに泥棒に入られ、マークの一つだけ潜んでいた。 これを引いた場合には、持ち金から10万円没収。なければ、全額没収とされた。ただし、保険として景品が送られた。それまでの持ち金は視聴者プレゼントとされた。なお、泥棒などで持ち金がなくなっても5000円減額は続け、その際には赤字とされる。また、後半には、チャンス問題が登場。これは、クイズグランプリのチャンスカードと同じで、 選んだ回答者が持ち金の中から最高3万円まで1万円単位までかけ出された問題を自分のチームだけが答える正解すれば掛け金が増額不正解は減額となるなお後期からはやりくり問題に変わり全チームが筆記クイズに挑戦正解すれば5000円獲得となったクイズ終了後最も持ち金が高い組は30万円 挑戦クイズに参加できた。後期には持ち金が終了時にちょうど0円だった場合にはピタリ賞として電卓がプレゼントされた。ありがとうございます。